セイントセイヤ冥王ハーデス中二級編。ついにこの時が来たか。243年間、わしはこの五郎法の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けたが、それももう終わりのようじゃ。ここから西へ1000キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底から蘇る。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。先ほどから下の方でコスモがやたらざわめくのを感じてはいたが、幾重にも張り巡らせた結界を越えてこの十二級の入り口まで忍び込むとは、まさしく老師の恐れられていた通りの事態になったようだ。そこで止まりなさい。それ以上進むとあなたの命の保証はできません。見忘れたのか、ムー、この私の顔を。あなたを覚えていたようだな、ムーよ。お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえど、それだけは。バカめ。このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっているよ、ムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、未だに成仏できず。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。命と引き換えにハーデスの倉庫に成り下がり、アテナのお命まで狙いに来るとは。それでもかつてはアテナの。さあムー、そこをどけ。もはやお前では話にならん。仕方があるまい。よせムー。その二人は私に従っていると言った。その二人に剣を向けることは私自身。そこをどけと言ってるんだ。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。
ならば望み通り殺してくれるわ。死ね。誰だ、邪魔しやがったのは。お前、セイヤ。ムー、どうしたんだよ一体。あんたほどの人がなんでやられっぱなしになってんだよ。一体何なんだこいつらは。デスマスキ、アフロディーテ、バカな。12級の戦いで死んでしまったはず。これは夢か。幽霊でもありません。冥王ハーデス。ハーデスだ。ハーデスこそアテナの倒すべき本当の巨大なる邪悪。全聖戦でのアテナの封印が解け、その新たなる聖戦のためにアテナは、私たちセイントもこの時代に生を受け、そして蘇ったハーデス軍を真っ先に狙ってくるの。なんと そうか、ポセイドンとの戦いの時、ゴールドセイントたちがサンクチュアリ、一時は老子さえも変に疑ったりしたことがあったけれど。それよりセイ、君は何を。俺、マリンさんに確かめたいことがあって、このサンクチュアリで異様なコスモを感じたんだ。帰りなさい。ここはもはや君のようなものの来るところで、君やシリュウ、ヒョウガ、シュン、一騎の5人は近づけばアテナの名のもとに死を扱う。死？これはアテナのご意志なのです。バカな、俺たちは今まで数多く戦ってきた。それにハーデスのことを聞いた以上、じっとしてはいられない。ムー、これは何かの間違いだ。沙織さんに、アテ…やかましい。さ、もたもたしてっと、俺が煮殺してくれる。お化けのお前なんかにそんなことを言われる筋合いはねえ。消えるのはお前の方だ。よし、望み通り俺がお前。
デスマスク、コントのカニみたいにあぶく服までやってやる。調子に乗りやがって、こうなれお前を一番の血祭りにや。ペガサス流星だ。何言ったはずです。早々に立ち去らねば死を。本当か、俺たちがもはや用済みだっていうのは本当のことなのか。ムー、へっ、本当だ。ムーはお前らブロンズだけじゃねえ、アテナの命まで我らスペク。なんだと信じるのはお前の勝つだが、ムーは嫌でもそうしなければならず。あの奥さん、バカめ、セイントのひよっこのお前など知るよしも、メイドの切符代わりに教えてやる。余計な手出しをするな、デスマスク。聖夜の始末は。聖夜、安らかに眠りなさい。待て、ムー、スターライトエクスティンクション。消えた、聖夜の体が。まるで無数の星の光に飲み込まれたように。ムーよ、スターライトエクスティンクションだが、私の目までごまかすことはできぬ。どことおっしゃられても、スターライトエクスティンクションにかけられた者の行く先は死。まあよかろう、生きたところで死んだところで。デスマスクにアフロディーテ、はアテナの首を取ってまいれ。わかりました。すぐさまこの場にアテナの首を。ムー、お前まだわからぬのか。私もこの白陽球を信じ、これがあなたへの反抗というのなら、このムーだが、その前にデスマスクとアフロディーテだけは絶対に。それでもかつてはアテナのセインとか、恥を知れ。ぬくぬくと生を貪っている貴様などに、レディーフォー。消えろ。君の戦いぶり、このバラが見ていい。レディーフォコスモの燃焼が足りません。